はい、次は何に行こうかな。あ、これ行きましょうかね。경기에대뚫다뚫다これ動画見てて、あの一回だけ動画まで見てた面白い表現があったんで、これ경기って何かな。ね、경기って何でしょう。皆さん一日四五回は話していいと思うんですけど、あの家の中でも外でも、そうですよ、トイレ、トイレ、トイレのことは何でしょうかね。トイレに、トイレはパジャンシでしょ。で、の中の何に座って皆さん用を足しますか。便器のことです。便器、ピョンギってのは便器のことです。で、これトゥータって何かというと、これウガツって言うんですかな、こう、うがちって言い方したらいいかな、うん、掘るとかうがちっていい。で、便器を掘るって何ですかね。便器をうがちとか便器を掘るって、いやまさか便器をこのなんかね、飲みかなんかカチカチやるわけにいかないでしょ。これなんで普通の便器ですよ。そう、便器に対してある行動するわけですよ。うがちってね、掘るとかいうことなんですけど、これどういう状態の時にそういう、じゃあ蓋を取るじゃないんですよね。で、答えないかというと、要するにあの詰まった時にこれはほらやるじゃないですか。あの、そのバツっていうんですかね、なんていうんですかね。日本語なんていうんですかね。電気をつ、あの詰まった時なんていうんですか。これやるよ。ほら先にボムがついたやつ、棒があったから。その時ね、じゃそれをする時にこれ言うんですよ。トヨタってのはうかつとかいうその。掘るとかそういう意味があって、で便器を掘るって言い方するんだ。これ面白い表現だ。それがそうだったなと思って。詰まったっていうことね。うん、詰まったのをこれを通すって、あ、いや通すでいいか。便器を通すでいいのかな。どうなんでしょう。だからあのね、上司が意地悪されて、これ全部これ便器が詰まったからって、それ全部させられて女性がいたわけですよ、ドラマで。うん、そういう話があったので、面白かったなと。